これで終わりか。傷一つなくことを済ませるとは、この子を見ていると天才と呼ばれていた自分が惨めに思えてくるわね。あと少し、ほんの少しで私のもの。第四章、蛇結成。どうですか、サスケ君は。いい感じだわ。私好みの忍びになってきている。それでは。ええ、近く転生の儀式を。オロチマル様。体がだいぶ衰弱なさっている。これだとランク10の薬を投与しないと。ボロボロだわね、この体。薬を取ってきます。少々お待ちください。転生の儀式、早めないとまずそうね。私に何か用？もうあんたに教わることは何もない。俺にとってあんたは用済みだ。ここで始末する。やっぱりそうきたわね、オロチマル。あんたは俺より弱い。言うじゃない、うちはのひよっこが。ひよっこじゃなきゃ手に入りそうになかったんだ。イタチが無理だった。だからひよっこの俺を狙ったんだ。だが所詮あんたには無理な話だった。うちはの名を超えるどころか届きもしない。どんな天才も、いくらあんたでも、うちはを前にすれば凡人になり下がるのさ。オロチマル、あんたじゃ俺に勝てない。もはや俺の体を手に入れることなど不可能だ。なめられたものね。いくら吠えたところでひよっこはひよっこなのよ。見せてあげようじゃない、あなたと私の力の差を。やってみろ、お前じゃ無理だ。ここまで私をコケにしたのはあなたが初めてじゃないかしら。サスケ、その体いただくわ。戦闘開始。
かな。その程度か。拍子抜けもいいところ。お前の負けだ、オロチマル。負け？私は不滅。その程度で私は倒れない。なんだここは。ここは私の中にある異空間。ここで転生の儀式を始めるのよ。さあいただくわ。シャリンが。ついにあの力が、ウチハの力が私のものに。バカな、転生の儀式を受け付けない。ありえないそんなこと。ここは私が作り出した空間よ。オロチマル、お前のいかなる術もこの目の前で分かってるはずだろ。もうこんな血を這いずる蛇が空を飛びたいと夢見たところで、所詮無理な話。それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙っていたお前が逆に狙われていたのさ。これから空高く飛び立つ鷹の目にな。こんなことがあってたまるか。私は不死のオロチマルだぞ。こんなところで私はこの世を解き明かす者、すべてを手にする者、私は。お前の力、俺がいただく。カブトか。オロチマル様。まさか君は。やつは俺を狙っていたが。逆に俺がやつの全てをいただいた。それじゃあオロチマル様はもう。行くか。